い、お疲れ様です。さあ本日、お前最近よくおるな。はい一緒に乗ってんだよね今日の企画はですね、真剣な話なんですけど、以前多分動画でさ、事務所で怒った動画知ってる？足場班と営業班がちょっといろいろ揉めて、はい、ゴミの片付けがちょっとあまりうまくいってないとか、物損が増えとるとか、はい、あの現場のその組み立て、足場を組み立てした時に、俺らがもう組み立てした瞬間だよな。じゃあもう次の現場に行くタイミング、うん、そのタイミングにバーンって行って、ちゃんと綺麗にゴミが片付いてるか検証、検証な、はい、最近俺そういうことばっかりやってるので、また視聴者に嫌われるな。またまあいいの、まあそれも経営だけどな。相性悪いな、お前。それも経営だろ。経営者で。はい、うん。まあ、それも仕事だで。まあ、もう本当に YouTube でね、面白いことばっかりやっとるけど、まあ、実際はこういうことの積み重ねだから。なんかすっごい変わってるらしいよ。あの営業のグループラインみたいなのがあるんだけど、やっぱそこに、ああ、まあ、やっぱとその職人さんが、ちょっとゴミを捨てすぎで、ローラーのガスっていうか、その。手で開けるゴミは拾ってくださいって。そうそうそう、出てましたね。あ、見た？はい、見ました。そうそう。変わっとるじゃん。目に余るような光景では帰らないでくださいみたいな。そうだよな。はい、でそこまでちってやって、さらにとその足場ばらした後に、ゴミかすとか掃除するのはわかるじゃん、はい。確かにそういうことをきっちりやってくれると、もうお互いいいことだよな。そうですよ。うん。とりあえずちょっとね、まあライブかかるようなんで、1時間ぐらいかな。とりあえず俺らは楽しく昼飯しましょうか。楽しくね。楽しく。楽しくね。ランチタイムで。ね、よし、じゃあ視聴者の皆さんまた後でお楽しみ。またね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。急にね、急にね、言っといてくれないと段取りが違うぞみたいな。うちは、あのですね、視聴者の皆さん、まあ、今ちょっと中華料理食って賞味40分ぐらい経っとんだけど、電話でちょっと調査で健太郎に電話したら、あの2軒組でまさかの3人でそこ1日2軒組んじゃうよみたいな段取りらしくて、最終チェックができないんだ。なります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おいそいそいそ、もう森山なの、うん、まあちょっと現場行って、まあ現状養生きちっとしとるとか、まあそういうのから見ていこうか。まあそこにいじめるとこなんかいっぱいあるからさ、まあ、とにかくいじめてストレス解消しようか。最低。社長のストレス解消動画。最低。あれのストレス。そのために否定取ってんだから俺。そのために否定取ってんだから。最低この人。経営者として向いてないよ、ストレス発散用具なんて。嘘。最低。いや、一つ言わせてれば、世の中の経営者がみんな最低だぞ。まともなやつに出会った。そうじゃんね。小林さんができるぐらいだし。確かに確かに。だけど、大体まともな人うまくいってないから。社会出たらちょっとずる賢いぐらいがちょうどいいらしいですよ。ずる賢いっていうか、やっぱね、信念だよな。信念、ね、信念。そうそうそう、企業理念みたいな。そうそうそう、本当になんかさ、お金儲けっていうんだけど考えて仕事してたらあんまりよくないと思うんだよ、はい、信念があったら絶対に負けねえことってあるじゃん、はい、その思いが強いければ強い、結局絶対ぶつかるからさ。左側です。お疲れ様でした。あ、見たことないか、あれ。あ、誰？あ、一方で。あ、本当？あ、でも見て。これでミーティングしてさ、ご利用状況シート、はい、ちょっと貼りましょうって言ったんだわ。はい、これ、ベニヤもこれ何枚持ってる？4枚、5枚ぐらい持ってるじゃん。傷つかないですね。傷つかないよね。はい。うん。こういうの当たり前って言うけど、地味に大変だよ。で、これも全部入れとる。はい。いけないな。おじゃーい。おじゃーい。お、おるやん。おほほ。名前なんだっけ？いつ来るよ。僕は前田です。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい。前田？としげです。
いや、年上じゃないです。前田年上だったっけ？刑事です。前田刑事。前田刑事です。前田刑事。宇宙社員、宇宙社員、健太は。大丈夫、お茶飲みながらでよ。はい。いや、実はさ、今日本当は一見組だったら首終わってから、はい、で、きちっと掃除をしてるか。あ、動画見た？うん、見ました。別にいいんだけど、チンとかをしとんだら、はい、知ったけどさ、マスキングの残りカスとかも、残りのゴミだよな、本当。ゴミまで置きっぱなしだよ。それは言わなかったな、みたいな。まあ今日おとなしいじゃん、ファイヤーが。いや、ちょっと久しぶりなんで緊張してますね。コメントで叩かれたもんで、もうあんまり喋らない。トシ君と同じじゃないよ。そんな叩かれてます？あれ結構人気ですよ、僕。そう。それ強い。2匹行くと絶対声かけられるんですよ。そう。握手してください。そんな握手するほどの、あれじゃないんで。ほんと。サインとかありますか？それは嘘だろ。いや、ほんとそのとおり。1回だけあるんですよ。ちなみに、あの動画でも言ったけど、まあきっちりそういう養生とか言っておこうと。動画でやるからだけど。マットも聞いてないの？あ、全部これ使っちゃってます。これはちょっと飾ります。そういうことじゃないでしょ。置かないとかさ、はい、気にしていかないと。はい、まあ、こういうとこだよ。若いわだけど、まあ、そこまで徹底して、まあそんなギギな人でやってるじゃん。でも今日3人結構きついな。ちょっとそうですね、目いっぱいかかります。どっちかというと丁寧に仕事する苦手な方やろ。え、丁寧に仕事する苦手な方やろ。バタバタやんなら得意な方やろ、うん、まあどうですかね。まあそうじゃない。俺も大きい物件とかその昔なんかスピード勝負みたいなのがあったから、うん、それも大事だ。得意、住宅系あんま得意じゃないんで、うんうん、大型物件得意なの。そうだよね。で新築だとね、ある程度も先行で組んでいくもんで。そうですね、内装が入ってないからね。だからやっぱ新築と改修ってやっぱ気にするとかしないよね。そうですね、うん、難しいな。でも表はきちんとビシッとやっとったな。はい、やっぱ意識してんの？意識してます。で、来て思った久々にこれ塗り替えとるの仕事して、あ、最近なんかちょっと養生とかしっかりやるようになったな。なんかずっと使ってなかったんですよね、トラックの上に乗ってたんですけど。そうだって、俺あれ買ってほしいって言ったら20万、30万ぐらいかけて買ったのあれ、うん、誰も使ってなかったろ。僕今日初めて見ました、使ってる。そうです。それなのにミーティングだ。あ、ゴミ落ちてますよ、ゴミ。あ、ほんだ。はい。それなのにケンジな、いや、やってますよとか、やっとるわとか言ってたよな。あれ動画になった、あれ。あれもう、なってます。俺に文句ばっかり言ってな、あれ、ケンジ。佐藤ケンジ、お前、なんてことないぞ、これ。おい、佐藤、調子乗んなよ。お前、調子乗んなよ。わかりました。もうお父さん、お母さんも全部知ってからな、これ。はい。なあ。はい。何だこれ、まあ、ねえ、まあ、ずっと来てるんだもんね。まあそうですね、まあ、週1回は絶対来ます。12月忙しかったんで、うん、足場で、まあ、僕が受けて持ってくるのは住宅系なんですけど、うんうん、この会社も忙しいんで、大きい物件とか当て材に対象だ。はい、まあ、やるもんな、みんな自分の話だな。あ、でもこれ余剰じゃない。まあじゃあもともとその動画撮りたかったけど終わんないもんな。今日バラシあるとか。わあ、竹、竹色。あ、いいな。何時間もあるか、4時間し。一軒目が12時に終わってたんで、うん、もう多分入ってると思います。ちょっといきなりすぎて、全然喋れないですね。なんか、いきなりじゃなかったら喋れる。もっと喋りたいんですか？教えてもらえないやろ。何喋ろうかなって考えてたんですよ。考えて大したこと考えれへん。大したこと考えないですよ。でも僕喋る方ですよ、結構。喋る方だね。うちの人間よりはね。リュウジ、ショウ、ケンタロウよりは喋る方だよね。ケンタロウ君基準にしてないですけど。そう。全然、視界に入ってない。YouTube 的に。YouTube 的には、まあ僕も喋れる。仕事的には。仕事的には。うん、まあまあ。一緒ぐらいですね。一緒ぐらい。どっちが上とかなんかそういうの言いづらいじゃないですか。ああ、でもなんか言いたそうにしてるじゃん。いや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 。一番言いたそう。女性から見たらどう分かるだろう。なんかそういうこと言いたいんだろうなっていう感じがする。俺が上でやるから。そうそうそう。あれ、コミュ力高いからすぐ見抜いちゃうからね。はい、じゃあ。まあでも合格？合格ラインかな。どう？もうちょっとやれるとかあるの？養生とかっていう話で。やりだしたらでもキリがないですよね。うん。でも結果やっぱ傷つかないとか、そこが大事だよね。そうですね。どこまでやるか。確かにそう、この壁掛けで言われる人もおると思うんだけど、結局壁掛けって、ほら、改修だから。いや、それは考えてるね。新宿だったら絶対掛けたらあかんじゃん。そうですね。うん、壁塗らんときはもう掛けんもんな。はい、もちろん。屋根とかも塗るなんて、やっぱ全部意識しながらやったと思うので、まあ、コメント欄で一部言う人もおるよね。だけど、そうやって改修やったことないんだなって感じや。こんな狭いところに壁掛けとできないでしょ。あるでしょ。はい、だよね、その辺はまあバランスだと思う。
できるだけやっぱ減らす。でお客さんも安心だよ、あれパッて見たら。やっぱ、あ、誰が見たって、お、こいつらちょっと仕事できるなって思うもんね。見た目いいですか、ね、うん、丁寧にやってんなって思うしさ。そこら辺もちょっと意識してね。で特に本当こういうもん、まあこれなんかこれアウトだと思うんだけど、本当は。うん、本当はアウトだよ。はい、まあ、これだけじゃちょっと改善で直しとけよ。はい、これで。はい、じゃあ、ありがとうございます。今日はまたちょこちょこ出てよ。はい。ちょっと大型企画考えるとまた出てよ。はい。ちょっとまた新人入ったらちょっと企画強めのやつ、昔みたいにドッキリとか。やりたいですね。やっていこうと思ってます。これじゃあ意識してやってんだ。ああ、はい。うん、また解体物件もじゃあ見に行きますんで。はい。まあ、またじゃあ視聴者の皆さん、解体道場の足場もこうやって成長していきますんで、ぜひ応援のほどよろしくお願いします。お願いします。お願いします。なんか淡々と言っちゃったけど。また見てね。見てね。Yeah.